二枚腰です。こんばんは、ニュースプラス時事ミレイです。ウクライナによるロシアの後方拠点への攻撃が止まりません。12月10日にはロシアの民間軍事会社ワグネルが拠点としていたホテルに対し、ウクライナがハイマースで攻撃を仕掛けたニュースも流れていましたが、ウクライナ軍の情報機関は敵地の奥深くにある敵の動向まで掴んでいるようですね。そして散々攻撃されて物資も人も枯渇しつつあるロシア軍ですが、今もロシア軍は戦闘の継続を諦めていません。武器や弾薬も独自ルートで秘密裏に手に入れている情報も流れているのですが、今回は現在のウクライナ戦争の戦局、そして今後のロシア軍の動きについてお話ししていきたいと思います。12月17日のことですが、ウクライナ東部ルハンシク州のハイダイ知事が先にも述べましたが、12月10日ルハンシク州の親ロシア派支配地域内のあるホテルに対し、ウクライナ軍が攻撃を行い破壊したと発表しました。このホテルはいわゆるワルで有名なロシアの民間軍事会社ワグネルが拠点として使っていたホテルになり、この攻撃によってワグネルの隊員が多数死傷したとのことでした。このワグネルはプーチン大統領の側近の一人であり、ロシア新興財閥オリガルヒのメンバーであるエフゲニー・プリゴジン氏が設立した組織であり、犯罪者や金に困った貧困層を大量に雇って兵士に仕立て上げ前線に送り出していることで知られています。そのため構成員の質が極めて劣悪で、戦場においては戦闘ではなく略奪や暴行などの犯罪行為を行う者が後を絶たず、多数のウクライナ市民がその犠牲になっていると報じられています。まさにウクライナ軍にとってはニック機犯罪者集団であり、今回の攻撃はそんな犯罪者たちにハイマースをプレゼントしてあげたという理解でいいのかもしれません。このようにウクライナ軍はハイマースなどの長距離精密兵器によりロシア軍の後方拠点への攻撃を継続しており、12月16日にはルハンシク州カディーウカにあるロシア軍の弾薬庫にも攻撃を行い、その弾薬庫は大爆発を起こしています。またロシア軍は保有する武器や弾薬などの物資を徐々に損耗していっており、ウクライナや欧米の国防当局者はロシア軍は遠からず物資不足に見舞われて戦闘の継続が困難になるとの見通しを示しています。本当にそれが事実であれば、時間はウクライナへと味方し、ロシアは時が経てば経つほど消耗していくことになりますので、最後は戦争を継続できなくなるでしょう。しかしながらプーチン大統領とロシア軍はどうも時間は自分たちロシアに味方をすると思っているようなのです。12月16日にロシア軍のウクライナ軍事作戦の作戦本部を訪問したプーチン大統領は、ゲラシモフ参謀総長以下ロシア軍の高級将校に対して中期的な作戦計画についての質疑応答を行いました。このようにプーチン大統領はウクライナへの侵攻作戦をやめる気配がないようですが、プーチン大統領のこの行動はただの破れかぶれな自滅的行為なのでしょうか。実は兵員の面ではすでに大規模な補充のめどが立っていると言われています。例えば今月14日放送の TBS 報道1930に出演された防衛研究所研究室長高橋杉雄氏によると、徴兵制を敷くロシアにおいては今年の1月に徴兵して訓練が終わっているおよそ13万人と、
秋に動員した予備役兵のうち、訓練中のおよそ15万人、合わせて28万人から30万人の戦闘任務に耐えうる兵士が、春までにはウクライナ戦争へ投入可能なのだそうです。また、同番組に出演していた、東京大学先端科学技術研究センターの小泉雄氏によると、ウクライナ軍の中で戦闘行動を行っている人員はおよそ35万人と見られているため、ロシア軍が30万人もの兵力を補充すれば、現在活動しているロシア軍の兵力と合わせると、50万人近くまでロシア軍の兵力は膨れ上がる計算となるそうで、プーチン大統領がその強権を行使すれば、兵力を補充するのはそんなに難しくないようです。ただ、いくら人員面での問題はクリアにできたとしても、問題は武器、弾薬の供給体制が整っているかどうかが重要です。米国国防総省は今月12日、ロシア軍の弾薬供給は急速に逼迫しており、そのため現在の攻勢を続ければ、来年初めまでしか弾薬が持たないとの分析結果を公表しています。これが事実なら、少なくともロシア軍の砲兵火力は来年初め以降にその攻撃力を大きく減退させることになり、ロシア側に歩兵が大量に存在しようとも、ウクライナ軍砲兵部隊の餌食になるだけとも言えるでしょう。しかし、ロシア側は西側の経済制裁をかいくぐるだけの隠された密輸ルートを多数持っているのではないかとの疑惑も持ち上がっており、その物流ルートからある程度の武器や弾薬、そしてそれを製造する原材料を輸入できているのではないかとも指摘されています。12月15日にイギリスロイター通信が報じた記事によると、ロシアはドローンを製造する大量の部品を世界中から密輸できるルートを確保しており、香港に拠点を置く輸出業者からアメリカメーカーのマイクロチップを数百万ドル分購入しているとされています。その他、現在でもアジア太平洋地域の各企業から多くの部品を輸入しており、その中には日本の斉藤製作所製の模型飛行機用エンジンも含まれているとされているのです。もちろん斉藤製作所はロシアに自社製品が流れていることなど知らされておらず、様々な企業を経由して最終的にロシアへと行き着くという巧妙な密輸ルートをロシア側は構築している様子です。このようにロシアは欧米の経済制裁によって使えなくなった輸入ルートとは別に、いろんな企業を経由して秘密裏に必要とする物資を輸入している可能性が高くなっており、今回の記事を真に受けると、戦前のように自由に輸入はできないにしろ、時間と資金さえ用意すれば、ロシア側は今でも物資をある程度輸入できていることになり、それゆえ必要とする兵器を今でも製造できる環境下にあるということになってしまいます。さらには、もはやロシア兵の武器提供を隠そうともしていないイランや第三国経由で砲弾等をロシアへ輸出している北朝鮮、そして同志である中国の存在がロシアの継戦能力の維持に多大な影響を与えていることは間違いないでしょう。NATO のストルテンベルグ事務総長は12月16日、ロシアは大きな犠牲を払ってでも長期に戦争を継続しようとしており、そのためにより多くの武器や弾薬を入手しようとしている。ロシアを過小評価してはならないと述べており、ロシアの動向は NATO も把握しているものの、それを完全に阻止する手段は持っていない様子です。そしてストルテンベルグ氏は、過去の多くの戦争と同様に、
今回の戦争も交渉によって終わる可能性が最も高いと発言しており、ウクライナ戦争において最終的に武力ではなく交渉による終戦の可能性を示唆しました。ただ、それでも今後使用されるであろう大量の武器や弾薬を全て賄えるはずがなく、また戦時体制と兵役による生産人口の減少もロシア経済に深刻な打撃を与えていることは確かであり、たとえ驚異的な継戦能力を持つロシアであっても、無限に戦い続けることは不可能です。そして、今からおよそ1年3ヶ月後の2024年3月には、ロシアでの大統領選挙が控えており、来年の秋頃から選挙シーズンに突入するとされています。当然、再選を目指すプーチン大統領は、国民の前でそれこそ様々な演説を行い、国民に自身の実績をアピールしなければなりませんが、この泥沼の戦争、経済の停滞、何より数十万人に及ぶ死傷者が発生してしまえば、さすがのプーチン大統領といえども、かなり不利な選挙戦になることは確実です。背に腹は変えられず、どこかの段階でウクライナや欧米と交渉のテーブルに着く可能性はありますが、それは今すぐではないことも確かであり、悔しいことではありますが、今後ももうしばらくこの戦争は継続することになるのかもしれません。さて、プーチン大統領は今のところどのような犠牲を払ってでも戦争を継続する気のようですが、駒側、いえ、犠牲を払わされている側のロシア国民は、このプーチン大統領のことを一体どのように感じているのでしょうか。あるロシア人俳優が SNS でロシア人の特徴について語っていたのですが、その俳優によれば、ロシア人は仲間のために死を恐れない人が多い。また、死は恐怖ではなく、何のために死ぬか、誰を愛し、友を得て、いかに死ぬか。これがロシアの強さであり、他国とは異なる国民性だと述べています。何かしら、既視感があるのですが、そういえば先日、戦争で息子さんを亡くされた母親にかけたプーチン大統領の言葉のニュアンスによく似てますよね。まあ、あの時、プーチン大統領は、自動車事故やアル中で死亡した人を引き合いに出していましたので、説得力に欠けるというか、あれはまさに失言だったと思うのですが、ロシア人の死に対する価値観は、自由主義諸国の国民とはかなり異なっているようです。しかしながら、この俳優さんの発言は、先のプーチン発言と似通っていることからも、個人的には、政権側のプロパガンダだと思うのですが、もしロシア人に愛する人、友のために死をも恐れず戦えるという素晴らしい特徴があるのなら、敵はウクライナではなく、まさにプーチン大統領とその取り巻きたちではないでしょうか。ロシア人は自分たちの真の敵は誰なのか、今一度目を開いて確認するべきだと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。たくさんのコメントやいいね評価はいつも私たちの励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ミレイでした。